皆さんこんにちは、アゴラ編集長の立田でございます。今週はですね、例の上級国民話というか、例の池袋の事故で、暴走車を運転していた元、通産省職員の、飯塚幸三氏、この彼のですね、故障についてですね、マスコミでちょっといろいろ問われてちょっと変化が出てきました。この収録日の昨日アゴラでもご紹介をしたんですけども、これ偶然ですが、私の古巣の読売新聞がですね、飯塚幸三氏に対して容疑者ということで使い始めました。でこれでちょっと今の状況なんですけども、今日収録日が、21日なんですけども、20日前の時点で言うと、読売新聞がですね、飯塚容疑者が退院する前の、日の、17日の夕刊から容疑者というコメントを使い始めました。事情聴取を警視庁行いました。でその後、これ退院した後もですね、これ20日時点までなんですが、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、日経新聞の、故障は、通産省の機関の、技術員だったかな、元委員長という言い方で、しております。いわゆる故障ですね。昔あれですね、もう古い話だからあれですけど、スマップのですね、稲垣さんがちょっといろいろやらかして捕まった時にはですね、稲垣メンバーというふうに言って、それがかつて話題になったことありましたけども、そのあたりからちょうどだから15年前ですけども、15年ぐらい前と思うんですけど、その頃からちょっと容疑者かどうかとちょっと言い切るにはちょっと微妙な段階みたいなような方に関して言うと、でもさんとか何々しと言いづらい場合に関してはちょっとその肩書きでよくというような報道というのが定着してきたと思います。で今回ちょっと読売新聞注目だったのは、ネットでご覧になった方もいると思うんですけど、読売新聞の社会部のですね、足立さんというデスクがですね、私ちょっと一回ぐらい上の先輩ですけど、足立さんがですね、なぜ容疑者というのを使わなかったのかということを説明して、いうコラムが、話題になりました。でその中で大体基本的に容疑者って別に何か法的に決まったものじゃないです。法律的な用語で言うと、被疑者ですね、被疑者です。で容疑者ったらこれは報道機関が勝手に作ってる故障ですし、あとどういう段階で容疑者とするかというのは、これはっきり言っても報道機関の自由というか、そこの裁量なんですけども、ただ報道機関は容疑者っていうのは基本的には足立さんのコラムなんかを引用すると、書類送検とか逮捕とか、一つ明らかなその捜査対象として、完全にその状況、捜査対象としても浮上した場合ということに関して言うと、その法的な立場に立たされた人を容疑者と位置づけているというような言い方をしています。ただ、そこは若干、これというカクテル、その例えば新聞協会でも多分ああいう、なんかカチッとしたルールがあるわけじゃないと思うんですけども、そういうことで今回読売新聞は警視庁が事情聴取をしたということで、容疑者というふうにしたんだと思われております。多分まだ細かい正式な、声明文というのはネットでは出てなかったと思うんですけど、でただあれですよね、もちろん書類送検も逮捕もされてないので、容疑者っていうのは確かにちょっとかなりちょっと先走り感があって、で朝日毎日産経なんかが元委員長というままを使っているのは、まだ書類送検逮捕されてないからということで慎重に考えたんだと思います。だからそういう意味ではちょっと読売新聞今回結構ね、日本のこの警察報道っていうのは割と記者クラブ型っていうのはその横並びなので、そういう中では結構ね、読売新聞はちょっと少しいささか少し先を走った感あると思うんですけども、でももう間違いなくこれは私も、昨日の記事でコメントしましたけども、おそらく取材の結果ですね、これはもうほぼ 100% は限りなく立件するだろうということで、もうこれはもう容疑者の今の段階で出してもいいだろうということの判断があったのではないかと思います。そういう意味では今後のですね、いつのどのタイミングでこの各社がですね、元委員長から容疑者にするかとか、その辺の判断とか、そこら辺が今回ちょっとそれで考え方が違うのが見えたというのが非常に興味深い現象でした。引き続き注目してまいりたいと思います。